富士市町中活用事業商店街起業家支援プロジェクト富士本町吉原町中ラボについてを発表いたします。本市におきましては中心市街地である富士駅周辺地区と吉原地区の商店街に空きビルや空き店舗が点在しており、官民連携のもと町中のにぎわい再生を図る取り組みや仕組みづくりが必要となっております。その対策として市では開業時の資金援助を行うあなたも商店主事業リノベーションを軸に遊休不動産の利活用を促進する空き店舗等活用促進事業テストマーケティング付き企業支援を行う富士本町吉原町中ラボの3つの事業を3本の柱として取り組んでいるところであります。これらは富士本町吉原町中ラボの事業者をあなたも商店主事業につなげたり、空き店舗等活用促進事業の調査結果に基づき、出店先の空き店舗を探したりするなど、連動させながら展開することにより、各事業の実施効果を相乗的に高めることも期待できます。富士本町吉原町中ラボは、町中への企業出店支援と、遊休不動産の利活用に向けた不動産オーナーの方への意識促進を目的としており、本年度は市に加え、富士商工会議所、富士市商工会、富士市産業支援センター FBIZ の3つの企業支援機関が連携する共済事業として行います。具体的には、町中への企業出店相談支援を受けながら、空き店舗へ15日間の無料お試し出店をしていただく、テストマーケティング付き企業支援を実施いたします。また事業者申し込み受付開始に合わせ事業の周知を図るためキックオフイベントも開催いたします。キックオフイベントには市内で活躍する商店主の方をお呼びし、講演のほかパネルディスカッションにも参加いただくことで繁盛する店のポイントや商店街出店の魅力などをご理解いただく場となります。町中での起業や出店を考えておられる方や不動産オーナーの方など多くの方にご参加いただきたいと考えております。